よろしくお願いします。10面の標準形って前回やったんだけど、中心が分かる形ね。でもう一個ね、一般形が多分あの円の方でもやってるんだけど、この形なんだよね。2乗2乗2乗で1乗の子たちに、まあ、係数ついて、であとは定数っていうのがこれ一般形なんだよ。だから今回って文字4つあるから式4つ欲しいんだよっていうので、ここ4点あるんだよ。でまず111通るから全部に1入れちゃう。 XYZ に111入れたら3で ABC イコールマイナス3でいいかな。でマイナス11マイナス1を入れたら111マイナス A マイナス D が変わるのか、イコールマイナス3、イコールマイナス3変わらないの。でも変わるわ。はい、マイナス1、マイナス1、0マイナス A マイナス B マイナス D マイナス3、3、5、2、1、0 2A たす B たす D マイナス5。うん、ここからうん、なんかしていく。どうしようね。連立、うん、どれとどれ。マイナス1と2、1と2を引くと、うん、A たす C は A たす C は0って話だよね。ここ消えて、ここ消えて、これ消えるので、2A たす 2C だから、約分しちゃう。じゃあこれ足したら足したら、B たす、2B たす。うん、2D。イコール。マイナス、B たす D、マイナス。はい、マイナス。なんかいるね、ここ。あ、変える。2A-3 ね、2A-3 A イコールマイナス1って言いました。で、ここに入れたら C 出るよね。C イコール1で、ここか B と D を出したいんだよ。じゃあこの2人か、3と4から出すか。A が分かるから4、3が置き換える、マイナス1入れて1になってこっち持ってきてマイナス3、4イコールマイナス2足すんだけど、どっちだっけ、引いたらマイナス2おぉ、じゃあ B は B は0ってことは D はうん、やってまーす。ってことで、欲しい方程式っていうのがイコール0っていう式か。で、中心座標と半径もって言われてるから、で標準形の形に書き直してあげる。 x-1 で、y はそのまま。z は ?0 と、足す2。うん。で、ここから ?4 分の1。ね、4分の1と4分の1が出てくるから、まあ、マイナスの。マイナス4分の1出てくるから。マイナス2分の7。2分の7。うん。ってことで、中心。これ、これ、これだよね。これがいいよね、もう。0、2分の1で半